DJ ストアライト。こんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV。 今回はですね、タイに来ました。スワナプーム空港初めて来ました。無事巡れも終わってタイに、バンコクに入りました。ここからですね、パタヤに移動するんですけど、スワナプーム初めての空港なんですけど、まずあれですね、パタヤ行きのエアポートバスがあるので、それの予約をしたいんですけど、その場所ですね、場所はですね、搭乗、なんだろう、降りたところをさらにエスカレーターで降りて、8番ゲート、8番口のところのところにゲートがあるんで、そこの場所まで行きたいと思います。ここですね、今歩いてきたんですけど、ここですね、この8番の隣ですね、これ今外人さんたちが並んでるところ、パタヤって書いてる青い方ですね、これです。ここからチケットを買います。130バーツですね、130タイバーツです。出口はこの8番のところです。ここから乗り込みます。いや、20時ちょい前ぐらいに着いたんですよ、この売り場に。そしたらもう次のバスだってことで、21時のバスになっちゃいましたね。ってことで、スワナプーム初めて来ました。いつもドームワンで来るんでね、ちょっとスワナプーム初めて来るんですけど、まあ、せっかく1時間空いたんで探検したいと思います。はい、パタヤにはちょっと、でもちょっとどうですかね、バンコクは雨ですね。パタヤは天気どうなのかちょっと分かりませんが、ちょっとその感じでスワナプームちょっと探検していきたいと思います。時間ピッチきっちり1時間あるんでね。いやー、結構正直なんだろう、スムーズにパタヤ行ってほしいですね。そんな感じで今回はメロージャム TV、スワナプーム空港からパタヤ行きのね、エアポートバスの乗り場までの場所ですね、8番ここです、8番です。ここから行きます。はーい、では行ってみましょう。そうだ、チケットねゲットしてなくさないように、皆さんも行くときは行きましょう。では See you next time。パタヤ行きのバス来ました。21時1時間待ちました。チケットこれですね。イエーメロチャンネル TV、 DJ ソアライツ、タイはパタヤから、ゾウの上からチャンネル登録よろしくお願いします。